します。いつもご視聴ありがとうございます。サンクスフォーワッチング。ちょっとね、時間がね、いろいろありまして、空いてしまいましたけどもね、撮影また始めましたので。まあ、第1弾としてね、回し蹴りの基礎ですね、なんだけど、ステップ踏んで蹴る方法をご紹介します。リズム感が悪い人って結構いるので、ね、まず、右足で蹴る場合、構えてもらって、右でまず膝を上げる、左を膝を上げる、下ろした時に右の蹴りを蹴る。左の蹴りを蹴る場合は、左の膝を上げる、右の膝を上げて、ついた瞬間に蹴る。これを、何回か繰り返してもらうんですね。まあ、ローキック避けた感じで避けますよっていうような、こういう、まあ、こんな感じで最初蹴っていくんですよね。で、それができるようになったら、今度は右の足を踏んだら、踏んだら右を蹴る。左の足を踏んだら左を蹴る。右の足を踏んだら右で蹴る。左の足を踏んだら左で蹴る。これを下段回し切りからしっかり蹴れるようにリズム感をこういう感じでまず、蹴ってもらいます。はい、ちょっと来て、ちょっと今のやってみて、まず構えて、右の足上げる、左の足上げる、着地したら蹴ってみる。はい、 OK、 画面かもしれませんよ。左の足上げる、右の足上げる、着地したら左を蹴る。はい、これが少しちっちゃくなるよ。1123123。はい、それができるようになったら、今度は一挙動で、はい、123456789。はい、ね、これを今下段蹴りましたよね。次、中段を蹴るんです。ね、同じです。原理は同じ。1、2、3。もう2回ね。1、2、3。で、それができたら今度はちっちゃい動きで1、2、3、4、リズムよくね、5、6、もう一丁、7、8、9、10、はい、OK。 これはここまでが、下段中段ね、で次は上段はって言ったら、上段の場合はね、ちょっとステップをね、ちっちゃくしましょう。このまま上げていると遅くなっちゃうから、1でこのままパン、はい、2、3、4、5、引っ張るよ、上半身、6、7、8、9、はい、はい、よし、ね、こういうふうにどんどんと、下段、中段、上段と、やっていきます。で、後半はですね、まず生徒たちに普通にやってもらうんですけど、前蹴りさばいた後とかに速い攻撃、組手の中でそれを取り入れてい、くのも、ご紹介しますので、後半もお楽しみにしてください。はい、じゃあ先ほどの、やった下段のね、ステップ編をやってもらいましょう。はい、構えて、ちっちゃい動きからね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK! はい、続いてそのままね、中段回し蹴りも一緒に行きます。構えて、
はい、1、2、3、4、5、いいよいいよ、6、中段腰落とするね、7、そのままそう、ポーンと、8、はい、そう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 、9、帯の位置ね、はい、OK、はい、OK、そのままのタイミングで上段までいきます、はい、顔面カバーだけ忘れないでね、構えて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、キョイ、直れおっ。それではね、先ほどの、ステップを使った素早い、蹴りなんですけども、下段回し蹴りから応用編をやっていきます。まず構えてもらいます。お願いします。だからまずね、前蹴りをね、さばいて素早くそのままローキック。この段階でもステップは踏んどくんですね、はい、この段階で踏んどきます。そして、はい、そのまま蹴ります。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 もっとしっかり蹴ってきて、はい、そのまま蹴ります。はい、そのまま蹴ります。はい、はい、そのまま蹴ります。この時大事なのが、相手は前蹴りで変則でこう回してくる場合もあるので、ただ手を払えばいいってもんじゃないですね。If your enemy try to doubt, fake, like my lady, then hands of the machine, okay? My lady, hands of the machine, okay? Then, if you ungodless, kill it easily. いいですね。簡単に、蹴られてしまいますから、まず相手が前蹴りだけだと思わないことです。そうするとガードが下がったところにフェイントの蹴りがパーンとこう、してしまいますからね。これは今前蹴り編です。続いて今度ね、中段回し蹴りの、場合ですね。この場合は、まず下段回し蹴り、右の下段回し蹴りを蹴ってもらって、着地した時にそのままスイッチしてそのままフェイントで蹴ります。1、こういう感じですよね。2、3、4、5、いいよ、よし。これが今度中段、回し蹴りになっています。で、上段回し蹴りの、場合ですね。この場合は、この自分から行く場合ですね。こういう状態から、まあ、自分が例えば前蹴りを蹴りますよね。前蹴りを蹴ります。相手がこういう状態になりますよね、うん、で前蹴り蹴って、ここでさばいてそのまま蹴ると、こうやっていきますよ。前蹴りでさばかれて、回し蹴りを蹴られてそのまま、一回ここで持ち直すってことですね。持ち直す、前蹴り蹴って、上段の足蹴り、普通こう蹴るけど、これは腰が入らない、入りづらいんですよね。じゃあもう一度前蹴り、前蹴り、ここでさばいたのと入ってきてるんですよ、はい、ここでさばいた状態から一瞬でパンとこう合わせて回し蹴りを蹴るとかね。これは右の場合で、左の場合って言ったら、ここから今度自分がね、左の突きをまず私が突きます。はい、この時ですね、パンと突いてみて、この突いた時に今度はこういうふうにステップを踏んどきます。突く、ここでステップを踏んどいて、そのまま回し蹴りを当てると。もう一度見せますよ。1、2、こんな感じになります。1、2、1、2、1、2、こういう感じになります。ね、こういうふうにどんな体勢からでも、どんな体勢からでも攻撃ができるっていう、ステップを使って蹴りを、やってみてください。おっす。このままね、組手でそれを、見せたいと思います。おっす。蹴りさばきの、左の下段回し蹴り、はい、構えて、
はい、よし。み、三、四、五、六、七、八、九、しっかり下段さばくよ。OK。そういう続いてね、中段回し蹴りね、相手が下段回し蹴りを蹴ってきたのに対して、下段を膝ブロックして足ついたと思ったら素早く中段の回し蹴りを入れるというね、クイックですね。そう、はい、いきます。はい、構えて、はい、よし。そう、えい、膝のブロックをもっとしっかり、三、そうです、四、はい、五、はい、六、はい、七、よし、八、そうです、九、はい、もっと素早く、キャイバン、はい、そのまま今度は同じ状態で構いませんから、膝ブロックをしてそのまま今度はそれを上段につなげると、はい、上段回し蹴りでつなげる、そうです、はい、いきます、お伝えします、はい、構えて、はい、よし、はい、三、四、素早くね、五、着地してからが早く、六、そう、膝上げてちゃんと、七、そう、八、上体で引っ張るともっといいよ、九、キャッ、そう、キャイ、オッケー、はい、直れー、よし。で、先ほどの説明した、技はこの組手を通じて、しっかり受け返しのね、連続でやっていきたいと思います。2分間、途中でもう待てちゃうかもしれないけどね、ちょっと頑張ってやってみますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。構えて、はじめ、はい、よいしょ、はい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 、よければ、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。おっす。